ジョージ・ケナンは、米国の探検家、ジャーナリストである。ロシア帝国を対象とした、地域研究を行った人物であり、カムチャツカやコーカサス地域への旅で知られる。外交官で、歴史家のジョージ・ F ・ケナンの王子にあたる。ケナンは、オハイオ州、ノーウォークで生まれ、幼少時から旅に強い関心を持っていた。しかし苦しい家計を支えるため、12歳で、 クリーブランドトレド鉄道車電報事務所で働き始めた。1864年、ロシアアメリカ電報社に転職し、シベリアを通り、ベイリング海峡を渡る地上電報船案のための経路を調査した。カムチャツカのアランノで2年を過ごした後、サンクトペテルブルクを経て、オハイオに戻り、直後に、自らの旅について講演したり、記事や本を書いて、著名になった。 ケナンは、次著「シベリアのテント生活の中で、研究者らにとって今なお重要な地域であるシベリアに、暮らす多くの現地民族の習俗、歴史について述べた。例えばコリアーク人、カムチャダール族、チュクチ、ユカギイール、チュバン、ヤクート、ゲイコウッズに関する話題である。1870年、彼はサンクトペテルブルクに戻り、北コーカサス地域のダゲスタンへ旅立った。 同地は、わずか10年前に、ロシア帝国に併合された地域である。彼は、米国人として初めて、ダゲスタンの高地や、家畜の世話人らが暮らす離れた、イスラム地域、銀細工師、絨毯職人などの職人を調査した。1871年に再び、アメリカに戻るが、その前に、北コーカサス地域を通って、サマシキとグロズヌイに滞在した。これらの旅により、 彼はロシアに関するあらゆる話題の専門家との評判を得た。ケナンはその後ワシントン DC に本社を置く AP 通信に職を得てその記者生活を通じて世界中の紛争地域を従軍記者として回った。また数々の雑誌に記事を寄稿した。1885年5月、ケナンはロシアの旅を再開した。この時は ヨーロッパからシベリアを横断した。彼は、帝政ロシア政府とその政策を公的に強く支持し、彼の旅は、ロシア政府の最高幹部の認可を得ていた。しかしこの旅の際に、追放された反体制派と会談するうちに、ケナンは、ロシア帝政に関する考えを変えた。彼は、特に大衆主義者の、ロシア革命の、小さな祖母ことエカチェリーナ・ブレシュコブスカヤに感動した。 ザバイカルの小さな村に押し込められた彼女は、この村で彼にこう別れを告げた。私たちは流刑のうちに死ぬかもしれませんし、大事な子供たちも流刑のうちに死ぬかもしれません。しかし、最後にはそこから何かが生まれるのです。この旅の間に、当時10代のレオニード・クラーシンに会った。1886年8月に米国へ帰還した後は、 ロシアの独裁政治を強く批判し、ロシア民主主義の大義を支持し始めた。ケナンはその後の20年の大半を、ロシア革命の大義を推進することに捧げた。ケナンは19世紀後半で最も活動した講演者の一人であった。1890年代の間、彼は延べ約100万人の前で講演し、1890年から1891年に、 かけて200番連続で講演したり、2000人もの聴衆の前で講演したりもした。シベリアの現状に関する彼の報告は、センチュリーマガジン誌に連載され、1891年にシベリアと流刑制度として出版された。同書には、直接のインタビューやデータ、芸術家、ジョージ・アルバート・フロストによる差し絵が収録され、米国世論に大きな影響を及ぼした。 ケナンはキャサリン・ブレシコブスキー以外の亡命者にも力を貸した。彼はロシア自由の友の会、マーク・トウェイニやジュリア・ウォード・ハウが在籍していたの中で最も著名な会員となり、自由ロシアの創刊を支援した。ロシア政府は1891年、報復としてケナンをロシアから追放した。ケナンはロシア問題ばかりを追っていたわけではない。ジャーナリストや、 従軍記者として、米国政治、米西戦争、W. マッキンリー大統領の暗殺、日露戦争、第一次世界大戦、ロシア革命などを報道した。ケナンは10月革命に強く反対した。これは、ソ連政府には、ツアーリダ島ご解決すべき大きな諸問題にうまく、対処するための知識や、経験や教育が欠如していると感じたからである。晩年のケナンは、 ボルシェビズムへの介入に臆病すぎるとして、ウッドロー・ウィルソン大統領を非難した。ロシアという表の性格は変わらなかった。新しいボルシェビキ憲法は、過去5年間存在し続けた、あらゆる権力を温存した、権力は、人民には除去も制御もできない、官僚を名乗る、小集団の手中にあるに乗った、経難最後のボルシェビズム批判、百二十三年七月。 ありがとうございます。